イスラエル国、通称イスラエルは、西アジアに位置する、共和制国家。北はレバノン、北東はシリア、東はヨルダン、東と、西は、パレスチナ自治区のヨルダン川西岸とガザ地区、南西は、エジプトと国境を接している。テルアビブは、経済と技術の中心地であり、政府所在地であるエルサレムを首都と宣言しているが、エルサレムに対する国家の主権は、国際的には、 限定的にしか認められていない。イスラエルにはアフリカから類人猿が最も早く移動してきた証拠がある。カナン族の存在は青銅器時代中期から考古学的に証明されており、イスラエル王国とユダ王国は鉄器時代に誕生した。紀元前720年頃、新アッシリア帝国がイスラエル王国を滅ぼした。ユダ王国はその後バビロニア帝国、 ペルシャ帝国、ヘレニズムの帝国に征服され、ユダヤ人の自治州として存在していた。マカバイ戦争が成功し、紀元前110年にはハスモンガサの独立国となったが、紀元前63年にはローマ共和国の従属国となり、紀元前37年にはヘロデ朝が置かれ、紀元後6年にはローマ帝国のユダヤ族州が誕生したのである。ユダヤ人の反乱により、 ユダヤ族州は壊滅的な打撃を受け、ユダヤ人は追放され、シリア・パレスティナに解消されるまで、ユダヤはローマの属州として存続した。この地域におけるユダヤ人の存在は何世紀にもわたってある程度継続している。7世紀にビサンチン帝国からアラブ人に奪われたレバント地方は1099年の第1回十字軍。 1187年の IU 部長による征服までイスラム教徒の支配下にあった。13世紀にはエジプトのマムルーク朝がレバントに支配を広げ、1517年にオスマン帝国に破れるまで支配した。19世紀にはユダヤ人の民族意識の高まりからシオニスト運動が起こり、パレスチナへの移住が始まった。パレスチナは第一次世界大戦後に オスマン帝国から割上され、1920年から1948年まで大英帝国の委任党治療となった。第二次世界大戦が始まると、委任党治療は大規模な爆撃を受け、異臭部のユダヤ人は連合国側に従軍した。1944年、イギリスは武器の供給とユダヤ人旅団の結成に同意した。緊張が高まる中、イギリスは、 アラブ人とユダヤ人の両派をなだめるために、1947年に国際連合がパレスチナ分割決議を採択し、アラブ人とユダヤ人の独立国家と国際化されたエルサレムの設立を勧告した。翌年、ユダヤ機関はイスラエルの独立を宣言し、1948年のアラブイスラエル戦争では、イギリスイニ民ト治領の大部分をイスラエルが占領したが、 ヨルダン川西岸とガザは近隣のアラブ諸国が占領していた。その後、イスラエルはアラブ諸国といくつかの戦争を経験し、1967年6月の第三次中東戦争以降はヨルダン川西岸地区、ゴラン高原、ガザ地区などの占領地を保有している。その後の立法措置により、ゴラン高原と東エルサレムではイスラエル法が全面的に適用され、 ヨルダン川西岸ではイスラエルの入植地へのパイプライニングにより部分的に適用されている。イスラエルによるパレスチナ自治区の占領は現代における世界最長の軍事占領であると国際的に考えられている。イスラエルとパレスチナの紛争を解決するための努力は最終的な和平合意には至っていないが、イスラエルはエジプトとヨルダンの両国と 和平条約を締結している。イスラエルは基本法の中で自らをユダヤ人と民主主義の国家であり、ユダヤ人の国民国家であると定義している。国は議会制、比例代表制、普通選挙を採用した自由民主主義国家である。首相は政府の長であり、クネセとは立法府である。2019年現在の人口は約900万人で、 イスラエルは先進国であり、OECD 加盟国である。名目 GDP では世界第31位の経済規模を持ち、現在紛争中の国の中では最も先進的な国である。中東で最も生活水準が高く、軍事訓練を受けた国民の割合、高等教育の学位を持つ国民の割合、GDP 比の研究開発比、女性の安全性、平均寿命、 革新性、幸福度などで世界の上位にランクインしている。イスラエルはヘブライ語で神の支配を意味する言葉である。ヤコブは古代イスラエルの王の祖先であり、伝統的にはユダヤ人の祖先と考えられている。この地域はイスラエルの地と呼ばれた。独立直前にはユダ、エレツイスラエル、シオン、シンユダなども国名候補として存在した。国名をユダとすると、 宗教、民族上のユダヤ人と国籍上のユダヤ人の区別が難しくなること。シオンとすると、非ユダヤ人国民もシオニストと呼ばれるようになることから、二つは候補から外されたという説がある。漢字表記は、も、色列。イスラエル王国とユダ王国古代にはこの地は、肥沃な三日月地帯であり、カナンの地と呼ばれ、カナン人を、 はじめ様々な民族が住んでいた。ユダヤ人の祖先となるヘブライ人も移住してきたが、子孫たちはエジプトに移住しエジプト人の奴隷となっていった。長い期間を経てエジプトを脱出したヘブライ人はこの地を征服し、紀元前11世紀頃にイスラエル王国が成立した。しかし、紀元前930年頃、内乱のためイスラエル王国は南北に分裂した。 北のイスラエル王国は、紀元前722年にアッシリアに滅ぼされ、南のユダ王国は、紀元前586年にシンバビロニアに滅ぼされた。シンバビロニアもペルシア帝国に滅ぼされ、その後、パレスチナの地は、アレクサンダー大王の東方遠征により征服される。アレクサンダー大王の死後、マケドニアは分裂し、パレスチナは、セレウコス朝の支配下に入るが、 マカバイ戦争を経て、ユダヤ人の王朝であるハスモガサが成立する。紀元前一世紀にハスモガサはローマ帝国の保護国となり、後にローマ帝国の属州となる。西暦66年には独立を目指してユダヤ戦争が勃発するが、70年にローマ帝国により鎮圧された。132年にバル国バに引きられたバル国バの乱が起き、 一時はユダヤ人による支配権を取り戻したが、135年に再びローマ帝国に鎮圧され、名称もシリアパレスティナ族州に変わった。離散ユダヤ人は早い時期から存在したが、この時に数多くのユダヤ人がディアスポラとなっていった。エルサレム行六百三十六年に東ローマ帝国が正党カリフに敗北し、以後第一次世界大戦における、 オスマン帝国の敗退までのほとんどをイスラム教国家の支配下に置かれることになる。1099年に第1回十字軍によりエルサレムが占領され、キリスト教国であるエルサレム王国が成立した。しかし1187年、ヒッティーンの戦いでアイユーブ朝に敗れエルサレムを再占領されると1200年頃にはエルサレム王国の支配地域は、 地中海沿いのみとなっていた。わずかな支配地域を維持していたエルサレム王国は1291年にマムルーク朝により完全に滅亡した。1517年にはオスマン帝国がマムルーク朝を滅ぼしこの地方を支配した。1834年にセルビアに住むセファルディム系の宗教的指導者イエフダ・アルカライが小冊子を発行し、 聖地での食材を前提とした帰還を唱えた。こうした宗教的意味合いの強い、宗教的シオニズムとは別に、モーゼス・ヘスは1862年、反ユダヤ主義への解決策として、ユダヤ人の民族主義を復興し、ユダヤ人の国家を築くべきだと訴えた。これは、世俗的シオニズムと呼ばれる、1882年に第一次アリアーへの帰還の意が始まる。 東ヨーロッパから2万5千人から3万5千人のユダヤ人がオスマン帝国支配下のパレスチナに移住した。後にシオニズム運動を主導していくテオドール・ヘルツルは同化主義者であったがユダヤ人が冤罪で逮捕されたドレフィス事件を新聞記者として取材しユダヤ人に対する差別に衝撃を受け民族主義者へと転じた。この頃からシオニズムという言葉が現れるようになる。 ヘリツルは、オスマン帝国のスルタンアブデュルハミト2世を含む各国の要人たちにユダヤ人国家設立を請願した。この頃、東欧やロシア帝国ではユダヤ人が虐殺されるポグロムが繰り返し、発生していた。1897年には、スイスのバーゼルで第一回シオニスト会議が開催され、世界シオニスト機構が設立された。 1904年から始まった第二次アリアでは4万人ほどが移住し、1909年にはルーマニアからの移民がテルアビブを建設した。ヘリツルはユダヤ人国家の候補地としては必ずしもパレスチナにこだわってはおらず、初期にはアルゼンチンやウガンダも上がっていたが、シオンなきシオニズムはあり得ないとされ、パレスチナ以外の選択肢は存在しなくなった。 サイクス・ピコ協定により分割された中東1914年第一次世界大戦が勃発し、オスマン帝国はドイツ、オーストリア、ハンガリー帝国の三国同盟側で参戦する。イギリスは戦争を有利に進めるため三枚絶外交と呼ばれる数々の密約を結んだ。フランスやロシアとはサイクス・ピコ協定を結び、アラブ人とはフサインマクマホン協定を結んだ。 そして、ユダヤ人に対しては、バルフォア宣言を行った。これは1917年11月2日、英国外相バルフォアが、ユダヤ人の民族共同建設について、指示を表明したもので、ロスチャイルド教にあてた書簡に記されていたものである。1918年10月30日、オスマン帝国は降伏し、イギリスの占領統治が始まった。1922年には、 国際連盟で定められた委任統治制度により、この地はイギリス委任統治領パレスチナとして運営されることとなった。姿勢を担当する初代高等弁務官にはユダヤ人のハーバート・サメウェルがついた。この委任統治決議の文書にはバルフォア宣言を再確認する文言が含まれていた。アラブ人はバルフォア宣言の撤回を要求し続け、イギリスの提案する。 立法評議会への協力やアラブ機関の設立などを、堅くなに拒否した。その間にも、ユダヤ人は、移民を進め、ユダヤ機関の設立、自系組織ハガナーの結成、ヘブライ大学の開校など、ユダヤ人国家建設に向けて、パレスチナにおけるユダヤ人コミュニティを着実に大きくしていった。1929年、嘆きの壁事件が発生した。アラブ人による、 ユダヤ人襲撃が行われ、133名のユダヤ人が殺害され339名が負傷した。アラブ人にも110名の死者が出たが、そのほとんどはイギリスの警察や軍によるものだった。この事件を受けイギリスは2つの調査委員会を派遣した。調査委員会はどちらも事件の要因はユダヤ人移民のコミュニティが大きくなり、アラブ人がそれに脅威を感じたこととし、 ユダヤ人の移民と土地購入について再検討を勧告した。一時は勧告に従った白書が出るものの、ユダヤ側の反発にあって撤回され、方針が変わることはなかった。1936年、アラブ人によるユダヤ人襲撃とその報復が引き金となり、アラブ反乱が発生する。イギリスはピール調査委員会を派遣し、パレスチナの分割を提案した。 ユダヤ側は国家創設の足がかりとしてこれを受け入れたがアラブ側はこれを拒否した。調査委員会の活動が終わると再びパレスチナ全土で反乱が起こり1939年に収束するまでにアラブ人に多数の死傷者と逮捕者を出した。1939年5月にイギリス政府の方針を大きく変えるマクドナルド白書が出される。 この白書は移民及び土地売買に関して制限を設けるものであった。アラブの主張に沿った方針であったが、アラブ人はイギリスをもはや信用せず拒絶し、当然ユダヤ人も拒否し、イギリス政府に対する不信を強めることになった。ユダヤ人はアラブ反乱からさらなる防衛力の必要性を感じ、また、イギリス政府の方針変更に武力で抵抗するため、 ハガナーやイル軍、レヒといった武装組織を強化していった。第二次世界大戦が始まり、ナチスのホロコーストが異種分に伝わり、多くのユダヤ人を侵犯させた。ユダヤ人にとってパレスチナへの避難は急を要したが、イギリスは移民制限を変えることはなかった。しかしながら、戦時中はユダヤ人の繁栄闘争はなりを潜め、義勇兵としてイギリス軍と共に戦った。 戦争が終わると、イギリス政府はアメリカに共同調査委員会の設立を提案し、英米調査委員会が設立された。委員会は強制収容所にいる10万人のユダヤ人をパレスチナに移住させるようイギリス政府に勧告したが、イギリス政府はこの勧告を受け入れず移民制限を変更しなかった。これを受け、 キング・デビッドホテル爆破事件など、ユダヤ人過激派の繁栄闘争が激化することとなった。ついにイギリスは移民統治を諦め、パレスチナ問題について、国際連合の勧告に委ねることにした。国連の調査委員会では、ユダヤ人の国家とアラブ人の国家を創設する、分割案と連邦制国家とする案が出たが、最終的に分割案が、国連総会で採択された。 イギリスは1948年5月15日をもって委任統治を終了するとした。イギリスは紛争への介入を止め、両陣営の相手に対する攻撃は活発となった。便フ札通り爆破事件と、その報復で起こったレホボトの列車爆破事件やデール、ヤシー事件、 ハダサー医療従事者虐殺事件など、ユダヤ人、アラブ人双方による襲撃事件が多発した。緊迫した状況であったが、ユダヤ人は1948年5月14日、イスラエル独立宣言を行った。第一次中東戦争、これに対しアラブ諸国は、パレスチナ人を支援するため軍隊を動員し、5月15日、パレスチナに侵攻。 第一次中東戦争が勃発した。装備が整っていなかったイスラエル軍は、苦戦を強いられるもののアラブ諸国の軍を食い止め、両陣営は5月29日の国連の停戦予備かけに応じて6月11日から4週間の停戦に至った。イスラエルは、この機にハガナーを中心とした軍の再編成を行い、イスラエル国防軍を創設した。国連特使のフォルケ・ベルナドッテが、 パレスチナの問題解決のため新たな連邦案を提案したが、イスラエル・パレスチナ双方ともに受け入れることはなかった。彼は9月17日にイスラエルの過激派レヒによって暗殺された。イスラエルには非難が集まり、レヒとイル軍の解体につながった。1949年2月24日、イスラエルはエジプトと休戦協定を締結した。続いて、 レバノンと3月23日、トランスヨルダンと4月3日、シリアとは7月20日にそれぞれ休戦協定を結び、第一次中東戦争は終結した。イスラエルの兵力は開戦当初3万人ほどであったが、終戦時には11万人近くになっていた。また、戦争前の内戦状態から戦時中にかけ、数十万人ものパレスチナ難民が発生することとなった。 こうした難民が放棄していった財産は1950年の不在者財産没収法によりイスラエルに没収された。エジプトはガザ地区に軍隊を駐留させ、ヨルダンは1950年にヨルダン川西岸地区を領土に編入した。イスラエルは1949年5月11日に国際連合の加盟を承認された。 1956年10月29日、エジプトのナセル大統領のスエズ運河、国有化宣言に対応して、A、フッツ、イスラエル連合軍がスエズ運河に侵攻し、第二次中東戦争が勃発した。エジプトの敗北は目前と思われたが、この侵攻はアメリカとソビエト連邦という超大国たちの猛烈な反発を招き、結局11月8日に停戦した。 1960年5月11日、イスラエル諜報特務長は、ナチスのホロコーストに関与したアドルフ・アイヒマンの身柄を確保した。裁判はメディアによって大々的に報道された。1961年12月15日、アイヒマンに死刑が宣告され、翌年5月31日に刑が執行された。第3次中東戦争にて占領した。 地域1967年5月、エジプトはティラン海峡を封鎖した。これに対しイスラエルは6月5日に奇襲攻撃を仕掛け、エジプト軍航空機のほとんどを離陸前に破壊した。エジプトから市内半島とガザ地区を同戦争に参戦したシリアからゴラン高原をヨルダンからエルサレム級市街を含む東エルサレムとヨルダン川西岸を奪い取り、その領土は 戦前の3.5倍にもなった。6月10日、この第三次中東戦争はわずか6日間で、イスラエルの圧倒的勝利に終わった。1967年11月22日、国際連合安全保障理事会は、イスラエルが占領した領地からの撤退を求める内容を含んだ国連安保理決議242号を全会一致で採択した。この決議は、 中東和平の基本的枠組みとなっていくが、条文が曖昧といった問題をはらんでいた。イスラエルは、この決議に対し、すべての占領地域から撤退するとは書かれていないと主張した。1950年代の終わり頃、パレスチナ側では、ヤーセル・アラファーと率いるファタハが結成された。また、アラーブ諸国主導で、パレスチナ解放機構が設立された。 当初 PLO は過激な武装闘争グループではなかったが、アラファートがトップに立つと、その性格を過激なものに変えていった。PLO はヨルダンを活動拠点としていたが、次第に関係が悪化し1970年9月17日ヨルダン軍は PLO を攻撃、内戦状態となった。これは、黒い9月事件と呼ばれ、過激派組織、黒い9月はここから名称を取っている。 黒い9月は1972年9月5日にミュンヘンオリンピック事件を引き起こしている。ミュンヘンオリンピック事件後の1972年9月16日、イスラエル軍は空、陸からレバノン領に侵攻。レバノン南部にあるアラブゲリラの基地、拠点軍を攻撃後、短期間でイスラエル領内へ引き上げている。1973年10月6日、 エジプトとシリアはイスラエルを奇襲し、第四次中東戦争が始まった。開戦当初、エジプトとシリアは、不意をつき、イスラエルに大きな損害を与えたが、その後の反抗でイスラエルは前線を押し戻した。10月22日には、停戦を要求する国連安保理決議338号が採択され、戦争は終結に向かった。 イスラエル国内では宣制されたことに対し軍と政府に批判が集まり首相ゴルダメアが辞任することになった。エジプトのサダト大統領とイスラエルのベギン首相エジプトのサダト大統領はアラブの大統領として初めてイスラエルを訪問し11月20日、イスラエルの国会であるクネセトで演説を行った。1978年9月5日から 米国メリーランド州キャンプデイビッドにおいて、カーター米国大統領、エジプトのサダト大統領、イスラエルのベギン首相の三者会談が開かれ、キャンプデイビッド合意が成立した。イスラエルの占領地からの撤退とパレスチナ人の自決権についての合意であり、サダトとベギンは平和貢献を認められ1978年のノーベル平和賞を共同受賞している。 1979年3月にエジプトイスラエル平和条約が締結された。当事者であるパレスチナ人は合意内容はイスラエルの主張よりであり、パレスチナ人のためのものではなく、エジプトとイスラエルのための合意であると合意に反対した。1981年10月6日、サダとはイスラム過激派により暗殺された。1981年6月、 イスラエルは、イラクの核兵器開発を阻止すべく、イラクの原子炉を攻撃した。1978年3月と1982年6月の2度に、かけて、レバノンの首都ベールートに本部を移した PLO を、駆逐し、内戦中であった、レバノンの少数派キリスト教徒保護と、親イスラエル政権の樹立を目指し、レバノン侵攻を開始した。 シャロン国防省に率いられたイスラエル軍とレバノンの同盟勢力ファランヘ島は PLO をベイルートから追放し、ファランヘ島のバシール・ジュマイエルがレバノンの大統領に選出された。しかしジュマイエルは就任直前に暗殺され、ファランヘ島員は報復のためサブラ、シャティーラ難民キャンプに侵入し、数百人とも3000人ともいわれる非武装の難民を虐殺した。 アリエル・シャロン国防相は殺害を傍観した不作為の罪を問われ国防相を辞任した。1987年12月、イスラエル軍の車両がアラブ人の労働者を乗せた2台の車と衝突して4人が死亡したことをきっかけに民衆放棄が起こった。民衆はバリケードを築き投石を行い火炎瓶を投げた。イスラエル当局はこれを鎮圧し死傷者も出たが インティファーダは、前線領地に広がった。インティファーダには、大人だけでなく子供も参加した。武装した兵士に立ち向かう少年の映像が報道され、国際的な避難がイスラエルに集まった。国連安保理は1987年12月22日、イスラエルを避難する決議を採択した。1988年7月、ヨルダンは、ヨルガン川西岸地区の主権を放棄し、 それに伴い1988年11月、PLO はエルサエムを首都とするパレスチナ国の樹立を宣言した。1991年、湾岸戦争が勃発し、イラクによるスカットミサイルの攻撃を受けたが、イスラエルの報復攻撃は行われなかった。左から、ヤーセル・アラファート、シモン・ペレス、イツハク・ラビン1992年、 ベソ協共済によるマドリード中東和平国際会議が開かれた。同年、パレスチナとの和平交渉に前向きな姿勢を見せるイツハクラビンが首相に選出された。また、ノルウェーの仲介により、パレスチナとの交渉が進められ、1993年9月13日にオスロ合意がなされた。PLO はイスラエルを国家として承認し、イスラエルもまた PLO を パレスチナ人の代表として認め、パレスチナ人の暫定的な自治を認めるものだった。この功績から、ヤーセル・アラファーと、イツハクラビンと、外務大臣のシモン・ペレスは、ノーベル平和賞を、共同受賞している。しかし、イスラエル・アラブ双方の過激派はこれを認めなかった。イスラエル人のバールーフ・ゴールド指定が、ヘブロン事件を起こし29人を殺害すると、 報復に、ハマースが自爆テロを何度となく、繰り返し起こした。このような状況下であったが、ラビンは、さらなる和平に向けて、オスロ2に向けて邁進し、1995年9月、調印を行った。オスロ2は、イスラエル国内の批判も大きく、野党からはラビンを、売国奴と罵る者もいた。1995年11月4日、平和集会に参加していたラビンは、 ユダヤ人学生に射殺された。その後も自爆テロを含むテロ行為がハマースなどによって絶え間なく引き起こされた。2000年9月にはアリエル・シャロンのエルサレムアルイコール・アクサー・モスク訪問をきっかけにアルアクサ・インティファーダが起こった。2002年にテロリストの侵入を阻むため分離壁の建設を開始した。2006年7月12日 ヒズボラの攻撃に対し報復として拠点を破壊すべくレバノンに侵攻した。2008年12月27日、ハマース総統のためガザ地区に大規模な空爆を実行。翌年1月には地上からの侵攻も開始した。この攻撃で民間人にも犠牲者が出た。2016年12月23日、国連アンポリで イスラエルのパレスチナ占領地への入植活動を法的な正当性がなく国際法に違反するとし、東、エルサレムを含む占領地でのすべての入植活動を迅速かつ完全に中止するよう求める決議が採択され賛成14票、反対1票で可決された。同様の決議に対ししばしば拒否権を行使していたバラクオバマ政権下のアメリカは今回は棄権した。 この決議の後にネタニヤフ首相は賛成した10カ国の大使を呼び出して直接注意し外務省に対して12カ国との外交関係を制限するように命じた。イスラエル建国70周年を迎えた2018年5月14日、ドナルド・トランプ政権下のアメリカは在イスラエル大使館をテルアビブからエルサレムに移転した。これを受け、 パレスチナとイスラエルとの軍事衝突が一時的に拡大した。アメリカ大使館の移転に続いて、グアテマラとパラグアイも大使館をエルサレムに移転した。2018年7月19日、クネセトはイスラエルをユダヤ人の国家と定義する法案の採決を行い、これを採択した。このユダヤ国民国家法はエルサレムを統一された首都と位置づけ、公用語は ヘブライ語のみとしてアラビア語を除外した。このためアラブ系議員らは抗議し賛成62人、反対55人だった。イスラエルの政治は行政、司法、立法と国家元首である大統領からなる。議会制民主主義を採用し、行政府は立法府の信任を受け、司法府は法により完全なる独立を保障されている。イスラエルは必死ゲノル憲法であり、 国家の政治制度を規定した各基本法は通常の法律と同等に改正することができる。選挙権は18歳以上に与えられ、非選挙権は21歳以上に与えられる。選挙投票日は休日となり、入院中の人間や受刑者にも投票権が与えられる。投票率は通常8割から9割程度である。イスラエルは建国宣言でユダヤ人の国家と規定されており、 ユダヤ人の定義は、帰還法により、ユダヤ教ともしくはユダヤ人の母親から生まれたものと定義している。同時に、アラブ人の市民権なども認めており、ユダヤ人のみの国家というわけではない。ユダヤ教の教義に基づく安息日の労働を禁ずる法が存在し、教育に関する法では、ユダヤ教文化を重視することが盛り込まれている。1990年代に、 基本法、人間の尊厳と自由と基本法、職業の自由が制定された。また、1995年に最高裁が、基本法は一般の法に優越するとの判断を下し、この時期を憲法革命と呼ぶ。イスラエルの大統領の任務は、象徴的、儀礼的な性格が強く、新国会の開会式の開会宣言、外国大使の新任状受理。 クネセトの採択した法内史は批准した条約の署名、当該機関の推薦するイスラエルの大使、裁判官、イスラエル銀行総裁の任命などである。大統領はクネセトの投票で決定され、任期は当初5年であったが、1999年の法改正により、7年に延長された代わりに再選は禁止されるようになった。 クネセトイスラエルの国会であるクネセトは一員制。議員定数は120名で、政党名簿比例代表により選出される。その名称と定数は、紀元前5世紀にエズラとネヘミアによってエルサレムに招集されたユダヤの代表機関、クネセットハグドラに由来する。イスラエルの政府は、伝統的に複数の政党による連立政権により運営されてきた。 これは完全な比例代表制をとり、最低得票率も低いため、多数の政党が存在するためである。左派である労働党は1973年の選挙までは第1党であり、120議席のうち50議席程度を占めていた。1977年の選挙で右派のリクードが第1党となり、その後も労働党とリクードによる二大政党時代が続いた。 しかし、少数政党が乱立するようになり、2006年には、中道のカディマが29議席という議席数ながらも、第一党となり、労働党などと、左派中道連立政権が発足した。2009年、2013年の選挙では陸を中心とした政権が発足している。国家の最高行政機関である政府は、国家の安全保障を含む内外の諸問題を担当し、 国瀬トに対して責任を有し、その信任を受けねばならない。政府の政策決定権には極めて幅がある。法により他の機関に委任されていない問題について行動を取る権利を認められている。首相は日本と同様議会で選出されているが、1996年から2001年までは首相公選制を採用し首相選挙を行っていた。 現在のイスラエルがある地域には、大から人類が居住し、多数の遺跡が残されて、老いるため保全や調査を統括する省庁として、考古学庁が設置されている。最高裁判所司法の独立は法により完全に保障されている。最高裁判事3名、弁護士協会メンバー、政官会社で構成される、指名委員会があり、判事はこの委員会の推薦により、 大統領が任命する。判事の任期は無期。最高裁判所、地方裁判所、治安判事裁判所、そして宗教裁判所が存在し、結婚及び離婚に関する裁判は、各宗教の宗教裁判所が扱っている。死刑は、戦時の反逆罪及び適正行為に対する法律と、ナチス及びその協力者を処罰する法律においてのみ、存在する。なお、 死刑判決は、軍法会議においても下すことが可能である。アドルフ・アイヒマンとジョン・デ・ミアニュクに、死刑判決が下されたが、後者は後に無罪となっている。また、テロ対策のために、裁判も起訴状も、時には説明すらなく、国家にとって危険だとみなされた人物を逮捕、拘束できる、行政拘束という制度を持ち、治安理一方も数多く制定されている。 占領地のヨルガン川西岸地区では、パレスチナ自治政府が実行支配する地域を除き、ヒユダヤ人はイスラエル国防軍の占領統治下にある。占領地のヒユダヤ人はイスラエル国防軍軍律で統制されており、軍事裁判所は占領地のヒユダヤ人のみを対象としている。一方、占領地のユダヤ人は通常の民事裁判所の対象となるため、 占領民と非占領民に対して異なる手法が適用されていることになる。軍事裁判所では未成年でも12歳から起訴できると定めている。国連児童基金によれば世界でもこうした例は他にないという。2016年現在、イスラエルは約450人の未成年パレスチナ人の身柄を拘束しており、うち100人ほどが16歳未満とされる。 また、パレスチナ側の報告によると、5歳の子供が拘束された例もあり、セーブ・ザ・チルドレンは、拘束された子供の81%が肉体的暴力を振るわれ、47%が弁護士接見を拒否されるなど、国際法に反した虐待が日常的に行われていると報告した。自民族の国家を持たなかったことにより、 600万人のユダヤ人が殺されたホロコーストの教訓から、イスラエルは全世界に同情されながら滅亡するよりも、全世界を敵に回して戦ってでも生き残るということを国勢にしているとされる。その一方で、同情を利用した外交や事業といったものも行われており、それはノーマン・フィンケルスタインによって、ホロコースト産業と呼ばれた。 外交関係を有している国外交関係が未決の国過去に外交関係を有していたが現在は有していない国外交関係を有していないが過去に貿易関係を有していた国外交関係を有していない国イスラエルは建国直後の1949年に国際連合へ加盟している2011年時点でイスラエルは157の国連加盟国と 外交関係を有している。残りの国連加盟35カ国のうち、サウジアラビアやシリアなどのイスラム圏を中心とする24カ国は、パレスチナ問題を理由として、建国以来一度もイスラエルを国家承認していない。また、イランやキューバなどの9カ国は一時期イスラエルと外交関係を有していたが、2011年までに関係が断絶している。 イスラエルと国交のない33カ国はいずれもパレスチナ国を国家承認している。欧米諸国とは欧州連合の研究機関への参加など良好な関係を保っている。フランスは第三次中東戦争までは最大の兵器供給国であり核開発の協力もなされていた。ドイツとはホロコーストの記憶もあり外交関係は冷え切っていたがドイツの保証金と 軍事支援を受け入れ、当時の西ドイツと1965年に国交を樹立している。ただし、保証金の受け取りについては反対派がデモを起こし、国会を襲撃するなど受け取りの是非について激しい論争を呼んだ。1995年には北大西洋条約機構のパートナー諸国である地中海対話の加盟国となっている。また2010年には、 経済協力開発機構にも加盟している。欧州連合の研究、技術開発フレームワークプログラムにも参加しており、欧州原子核研究機構には1991年からオブザーバー国として参加していたが、2014年に正式にメンバー国となった。欧州分子生物学機構及び欧州分子生物学研究所のメンバー国でもある。イスラエルは元来、 アメリカ合衆国との関係を最重要視してきたが、イラク戦争後から、世界の警察官としてのアメリカ合衆国の国際的影響力に、陰りが出てきたと判断して、日本、中華人民共和国、インド、フランスなど多方面の外交に乗り出し、中華人民共和国の主導する、上海協力機構にも参加を申請している。近隣諸国とは建国直後から何度か、 戦争状態となり敵対関係だったが、1979年にエジプトと1994年にヨルダンと平和条約を結んでいる。一方で、近年では反イラン国家も多いアラブ諸国との関係改善を図る動きが急速に進んでおり、2018年10月26日には、オマーン王首相が公式訪問。また2020年8月13日には、 アラブ首長国連邦と9月11日にはバーレーンと10月23日にはスーダンが国交正常化に合意している。また12月10日にはモロッコと国交正常化で合意した。またイスラエル機でのアラブ首長国連邦との往復にサウジアラビアの上空通過を許すなどサウジアラビアとの関係改善も急激に進んでいる。イスラエルが脅威として挙げる。 中東諸国ではイランがある。イランとは核兵器開発問題、ヒズボラ及びハマースを支援している国家として強い警戒を示し、国連事務総長にイランの国連除名を要求したこともある。また、イラン大統領のマフムード・アフマディ・ネジャードは、ホロコーストを認めない発言をするなどイスラエルに強硬な姿勢を示していた。ただし、2009年には、 外相のアビグドール・リベルマンは、パキスタン及びアフガニスタンをイランよりも戦略的脅威と見ているとの発言を行った。アフガニスタンでは、ガザ侵攻の際、イスラエルにしようという声を上げ、イスラエルとの戦闘を望む多くの若者が集まった。シリアとレバノンも紛争当事国であり、関係修復には至っていない。2006年、 レバノン首相のフワードシニオラは、レバノン侵攻を受けて、イスラエルとの国交樹立はあり得ないと発言した。また、シリア内戦時にはヒズボラへの武器輸送や、シリアにおけるイランの慎重を阻むためイスラエルはシリアに空爆を行っている一方で、イスラム過激派の影響力拡大や、混乱の波及を警戒し、アサド政権崩壊を起とした本格的な介入は行っていない。 アメリカ合衆国は建国当初から最大の盟友であり特別な関係とも言われる。アメリカはイスラエルを中東における最も信頼できるパートナーと表し国家承認を建国と同日に行っている。エジプトイスラエル平和条約をはじめ和平仲介も行っている。毎年30億ドル以上の対外軍事援助を行い、 合同軍事演習も実施している。また、イスラエルの最大の貿易相手国でもある。イスラエルの経済発展において、アメリカの経済支援が果たした役目は大きく、2008年以降経済援助は行われておらず軍事援助のみとなっているが、それでもなおアメリカの2012年の国別対外援助費では2番目に大きい。軍事援助は、 対エジプト平和条約締結後の1981年以降、全額無償援助となり、1985年以降は、毎年経済援助12億ドル、軍事援助18億ドルであった。1999年により、経済援助は、毎年1.2億ドルずつ減額され10年間でゼロにすることとされたが、その半額は、軍事援助の増額分として振り分けられた。 国連でイスラエルへの避難決議が提出されると拒否権を発動させることもあり、またイスラエルから中華人民共和国への軍事技術提供問題やベラインシデントなどのイスラエルの核兵器開発問題に対しては見て見ぬふりをしていると言われることもある。このようなアメリカの親イスラエル政策の背景には在米ユダヤ人のロビー活動がある。 在米ユダヤ人は540万人ほどで、アメリカの総人口の2%以下であるが、投票率が高く、結束力も強いため選挙に無視できない影響を与えている。また、ニューヨーク州などの都市部や政治中枢に近い地域では、ユダヤ人比率が高く、アメリカ合衆国大統領選挙においては重要な意味を持つ。このように、 在米ユダヤ人は政治に対し強い影響を持ち、さらにクリスチャンシオニストたちがそれを後押ししている。在米ユダヤ人は政治に対し強い影響力を持つことが日本では書籍として販売されているようなユダヤ陰謀論と結びつけられてしまい、それが反ユダヤ主義につながっていくことに対し強い警戒を持っている。また、 アメリカ大統領のドナルド・トランプは2017年12月にエルサレムをイスラエルの首都と公式に認める時が来たと発言したり、ゴラン高原のイスラエルの主権を認める宣言に署名したりするなど、さらにイスラエルとの友好関係を築く姿勢を見せている。初代大統領、ハイム・バイツマンとナンア首相、ヤンス・スマッツの時から緊密な同盟関係にある。 アパルトヘイト体制の基礎を築いたダニエル・フランソワ・マランは英連邦諸国からイスラエルを表敬訪問した最初の首相だった。第3次中東戦争の直前にエジプトがチラン海峡を封鎖していたのを破る目的で南側イスラエルに海軍艦艇を提供した。この頃から双方向の貿易関係が急速に進展した。イスラエルは 化学製品や電気機器などを輸出。ナムアは、鉱産資源を輸出したが、特質に値するものは、鉄、石炭、ダイヤモンドの3つである。イスラエルは加工貿易で成り立っている。研磨ダイヤモンドの輸出額は、イスラエルの総輸出額のうち約4分の1を占めている。イスラエルは、ダイヤモンド産業を政府主導で、基幹産業へと発展させてきた。産業の確立には、 ユダヤ系資本のデビアスが貢献したが、デビアスとは後に対立を引き起こしてもいる。インドのダイヤモンド企業、ビジェディモンと結んで原石の買い付けから輸出までを掌握したことに対して、1978年にデビアスがイスラエルに原石割当量の2割削減を通告したのである。イスラエル企業は負けじと原石を買いあさって、保有量がデビアスにほぼ追いつき、 ダイヤ価格の暴落を招いた。デビアスは様々な圧力をかけ、イスラエルは輸出を激減させた。1980年には14億900万ドルで、あったのが3年後に6億2500万ドルに落ち込んだ。この時期が1982年のレバノン侵攻と重なるのは興味深い事実である。イスラエルのパズダイヤモンド社などは養殖を、 デビアス出身者へ明け渡すようになった。もっとも1986年時点で、行用自体はかつての規模に戻りつつあった。資本の交流も盛んである。イスラエルは1978年に南アへの直接投資限度額を引き上げ、2年後には投資額が本当に増えた。この頃に特別の協定が結ばれ、南アの市民はドル建てで、 イスラエル再建を変えるという金融市場初の特権を得た。イスラエルは、南亜アのシオニストから長年にわたる援助を受けている。1962から1967年を除いて、この援助は、資本流出を防ぐ措置としての規制を免れている。第1の輸出先は、南アフリカ共和国である。かつての第2は、軍事政権下のアルゼンチンであった。 同国首都ブエノスアイレスのイスラエル大使館がラテンアメリカで兵器を販売する企業を二十社長に渡りマネジメントした。イスラエルはブラジル、キューバ、ニカラグアを除くラテンアメリカ諸国のほとんどに兵器を供給した。トルコも主要な輸出先であり、近隣のイスラム諸国の中では珍しく有効な関係を築いてきた。しかしガザ侵攻において、 トルコのパレスチナ支援団体と武力衝突が発生し、トルコ人活動家が救命死亡、外交関係は冷え切っていた。しかし2013年にはイスラエルからの謝罪が行われ、両者の関係は修復したとみられている。インド及び中華人民共和国にもイスラエルは兵器輸出、または軍事技術の提供を行っている。国際世論調査でもインドはアメリカよりもイスラエルに、 好意的であり、中華人民共和国では、国際的な非難のあったガザ侵攻について、理解を示す報道がなされている。建国以前、嘆きの壁事件などが起こる一方、ドイツ系ユダヤ人の富裕層がパレスチナへ渡ってきた。これには次のような手段が用いられた。1933年5月、起こって1年も経たないナチ政権下のドイツは、パレスチナのユダヤ系。 オレンジ企業、ハノテアとの間に総協定を結び、夏には、シオニスト上層部との間に、正式な、ハバラー協定を成立させた。ハノテアは、ドイツで必要なドイツ製品資材などを買い付け、その代金をパレスチナに移住しようとする、ユダヤ人の銀行預金でひとまず支払い、その代わりパレスチナに移住したそのユダヤ人は、パレスチナで同額のポンドないし不動産の形で、受け取った。 協定が正式なものとなる頃には、ユダヤ人の富裕層がパレスチナ移住と引き換えに自分の金を持ち出す一般方式となった。移住した彼らは自分の金をまずドイツ商品に変えてパレスチナに送っておき、パレスチナ到着後、その商品をポンドに変えることになった。この方法でパレスチナに持ち込まれた金は800万ポンドに達したという。 アメリカのユダヤ人がドイツ商品に対するボイコットを演じる間、パレスチナではドイツ製品の洪水が起きていた。移送費は1000ポンドを下らなかったため、それを払うことのできた富裕層が広告の原動力だったわけである。そもそもバルフォア宣言がロスチャイルドに充てられていたり、ドイツがチェコスロバキア中央銀行から略奪した金塊を売却するのに、 ロスチャイルドが深く関わったイングランド銀行が協力していたりするところから地獄の沙汰も禁止代であった。機関法によりユダヤ人の多様性が生まれるが、経済格差の由来に着目した研究が少なく、充実が望まれる。格差は深刻である。ユダヤ系南ア人のデニス・ゴールドベルグは、アパルトヘイトに反対した国家転覆行為の終身刑で国中にあったが、娘の求めで、 イスラエル政府の仲介が実現、釈放された。その拾った命でありながら、イスラエルがパレスチナを抑圧する行為は、多くの点でアパルトヘイトに性質が共通すると指摘した。ソビエト連邦はアメリカに次いで2番目に、イスラエルを国家承認した国である。1967年の第三次中東戦争でソ連とイスラエルは国交を断絶となったが、 1991年に国交を回復した。ソビエト連邦が崩壊すると、1990年代の10年間ほどで80万人以上が旧ソ連からイスラエルに移住している。ロシア系移民は独自のコミュニティを形成し、クネセトに議員も送り込んでいる。街ではロシア語表記が見かけられるだけでなく、ロシア語が通用することさえある。こうした現象のルーツには、そもそも、 ロシア帝国の人口にユダヤ人が1割を占めた過去と彼らが不裕なユダヤ人の支援で北米に移住したり革命に動いたりした歴史がある。エチオピアにはベタイスラエルと呼ばれるユダヤ人が住んでおり、ソマリア内戦中の1991年にはソロモン作戦と呼ばれるイスラエルへの移民も行われている。第二次世界大戦で敗戦国となった日本は、 1952年4月28日の日本国との平和条約発行により外交権を含む主権を回復した。その直後の同年5月15日に日本はイスラエルを承認した。2006年持続的な経済発展を通じてイスラエルヨルダンパレスチナ自治政府間の協力、信頼関係を築き、ひいてはパレスチナの平和を形成するという 平和と繁栄の回廊構想を提案している。2008年には4社協議が東京で開催されている。2008年以降4社協議は開催されていなかったが、2013年に再開した。2014年5月にはイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が日本を訪問、天皇皇后や安倍晋三首相と会談を行った。安倍とネタニヤフの会談では、 安全保障分野での協力や中東和平交渉に関して意見が交わされた。国産主力戦車メルカバマーク4イスラエルの女性兵士1948年の建国とともに創設されたイスラエル国防軍は国の防衛の任にあたる。建国以来の度重なる周辺アラブ諸国との実戦経験を持つ。文字通りの国民開閉国家であり、満18歳で、 男子は3年、女子は2年の兵役に服さねばならないが、優秀な学生は、徴兵が延期されることもある。なお、その後も、予備役がある。女性は結婚しているものは、兵役が免除される。また、信仰上の理由により兵役免除も可能であるが、これも、女性のみである。少数派のドゥルーズ派の信徒とチェルケス人は兵役に、服すが、ユダヤ人でないその他のマイノリティは、 男子でも兵役が免除されている。また、かつては、朝鮮党派も兵役を免除されていたが、これには批判も多く1998年に、最高裁は、兵役免除は違法との判断を下しており、2014年3月に、朝鮮党派の男性を対象とした兵役を課す、法案が国会で可決され、2017年から、兵役の対象となった。 様々な理由から兵役を拒否する人間も増えてきており、問題となっている。イスラエルは国土が重心性に欠け、一部でも占領されれば国土や産業、国民にとって致命的なダメージを受ける。そのため、戦時には戦意域を敵の領土に限定し早急に決着をつけることを戦略計画としている。先制攻撃を仕掛け、 敵の攻撃力力を早期に無力化することを主眼に置いていてるこの姿勢は、イスラエルには国家の安寧を守るという前提があるにもかかわらず、イスラエルを公戦的な国家とみなす論者が多い一員となっている。なお、イスラエル国防軍の現在の任務には、パレスチナ自治機関と協調しつつヨルダンガー西岸、及びガザの治安を保持すること、国内及び 国境周辺で生じるテロ対策も含まれている。兵器の多くは、建国初期は、西側諸国からの供給や中古兵器の再利用に頼っていたが、その後は、主力戦車メルカバや、戦闘機クフィルなど、特別のニーズに応じた兵器を国内で開発、生産しており、輸出も積極的に行っている。海外との軍事技術交流も多い。なお、国産兵器は、 メルカバに代表されるように人的資源の重要性から防御力、生存性に重点を置いた設計となっている。国連児童基金はパレスチナ人の子供たちがイスラエル軍から軍事裁判にかけられ、交流下において広範囲にわたる計画的で制度化された暴行、虐待を受けているとする報告書を発表した。イスラエル政府は核兵器の保有に関して肯定も否定もしていないが、 各拡散防止条約にも加盟していない。イスラエルは最初に核を使用する国にはならないが、二番目に甘んじることもないという談話もあり、曖昧政策とも称されている。しかし、核技術者、モルデハイバヌヌの内部告発による状況証拠などから、核保有は確実視されており、一種の公然の秘密となっている。 イスラエルは1969年にフランスの協力で核兵器を開発したとされており、アメリカ科学者連盟は2000年代後半時点で80から100発程度の核弾頭を保有していると推測している。この曖昧な態度は核兵器の有無を疑わせ抑止効果を高めようとする狙いと最大の同盟国アメリカに対する配慮からである。NPT 非加盟のイスラエルが 核武装を公表すれば、アメリカとの友好関係が崩れるか、これまで、印、パの核保有やイランの核開発計画を非難してきた、アメリカが、ダブルスタンダードの阻止を受けることは、免れず、また周辺国の NPT 脱退と、核武装を招き、ただでさえ、不安定な中東のバランスを崩壊させかねないからである。2006年12月5日、 アメリカ上院軍事委員会公聴会で、次期国防長官に内定していたロバート・ゲイツが、核保有国に囲まれているからだ。東にパキスタン、北にロシア、西にイスラエル、ペルシャ湾には我々がいると発言。アメリカが初めてイスラエルの核保有について公言したことになるため注目された。イスラエルのシモン・ペレス特別副首相はこれについて、イスラエルは核保有を これまで確認したことはないと従来の見解を繰り返した。しかし、12月11日、ドイツの衛星放送テレビ局、サット1のインタビューで、エフード・オルメルト首相は、イスラエルは他国を脅かしたりしない。しかし、イランはイスラエルを地図上から消滅させると公言している。そのイランが核兵器を保有しようとしていて、フランス、アメリカ、ロシア、 イスラエルと同じレベルで話し合えるはずがないと核保有を暗に認めたとも取れる発言を行った。オルメルトは翌日のドイツのアンゲラ・メルケル首相との合同記者会見で核保有を否定したがイランは避難声明を出した。イスラエルの地形図イスラエルの地図北にレバノン、北東にシリア、東にヨルダン、南にエジプトと接する。 ガザ地区とヨルダン川西岸地区を支配するパレスチナ自治政府とは南西及び東で接する。西に地中海があり、南は航海につながっている。ヨルダンとの国境付近に世界的にも高濃度の塩湖である市海がある。イスラエルの支配地域は22,072キロ平方メートルである。国土は狭く南北に細長い。 南北には4 7 0トルあるが、東西は一番離れた、支店間でも1 3 5トルである。車での走行時間は、北のメトゥーラから最南端の町エイラットまでは、約9時間かかるが、西の地中海から東の視界までならば90分ほどしかかからない。ジュディアの丘陵にあるエルサレムから海岸沿いのテルアビブまで、また、 標高835メートルにあるエルサレムから、海抜下398メートルの視界までならば、1時間とかからない。地中海沿岸の平野部は、肥沃な農地地帯となっている。また、平野部に、国民の大半が住んでおり、工業施設の大半も平野部に存在する。地中海側のハファからエルサレムにかけては、人工知能などの新興企業4000社が集積し、 アメリカ合衆国のシリコンバレーにちなんで、シリコンはディと呼ばれる。北部のガリラや及びゴラン高原は、比較的豊富な雨量で、常に緑が保たれている。南部のネゲブ砂漠は、国土のかなりの割合を占めており、乾燥し、切り立った山々が存在する。イスラエルは7つの地区に分かれ、その下に軍が存在する。軍には、地方政府が設置されている。 イスラエルの地を意味するエレツイスラエルは、神がアブラハム、この遺作、孫のヤコブと与えることを約束した、約束の地を意味する。その範囲は、創世紀デエジプト紀民数紀エゼケール書に記されている。現在のイスラエル国の領土よりも広い範囲であるが、大イスラエル主義者においては、これらの地域をイスラエルが支配すべき領域と見ます。第三次中東戦争において、 膨大な地域を占領すると大イスラエル主義は大いに広まった。イツハクラビム暗殺の理由も、オスロ合意は約束の地を売り渡す、裏切り行為であると見られたからである。ラマトガンのダイヤモンド取引所地区 IMF の統計によると、2019年のイスラエルの GDP は3877億ドルで、愛知県や大阪府よりやや大きい経済規模である。 一人当たりの名目 GDP は42,823ベイドルで、48,47ベイドルの日本より高い。イスラエルは OECD 加盟国であり、いわゆる先進国である。貿易収支は慢性的な赤字となっている。また、イスラエルは中東のシリコンバレーとも呼ばれ、インテルやマイクロソフトなどの世界的に有名な企業の研究所が軒を連ねる。 大企業は少ないが、ベンチャー企業は多いことでも知られ、失敗を恐れない企業家精神に富んだイスラエルの国民性が影響していると考えられている。イスラエルは人口900万人程度の小さな国ではあるが、農業、管外、そして様々なハイテク及び電子ベンチャー産業において最先端の技術力を持つ。建国からしばらくは、 器物やモシャブでの共同生活と主導的立場にあった労働シオニズムの影響から社会主義的な経済体制であった。建国当時は産業基盤もない上に周辺アラブ諸国との戦争状態にあるという悪条件であったがドイツの保証金やアメリカのユダヤ人社会から送られる寄付金など海外からの多額の資金援助を受けて経済を発展させていった。 これが1980年代後半に入り、ヨーロッパ諸国及びアメリカと自由貿易協定を結ぶなど自由主義経済へと転換していき、1990年代の加速度的な経済成長をもたらした。2001年から2002年にかけて IT バブルの崩壊とパレスチナ情勢の悪化により、経済成長率がマイナスに転じるも、2003年以降は堅実な成長を続け、 2008年のリーマンショック以降もプラス成長を維持している。2010年には OECD に加盟した。また、イスラエル経済の発展には、アメリカ政府からの累計で300億ドル以上という多大な経済援助が大きく寄与している。1990年、イスラエルへの直接投資は1.51億ドル、証券投資はマイナス1.71億ドルという、つつましいものだった。 それが直接、証券ともに全増していき、特に1998年から飛躍した。2000年には直接投資が52.7億ドル、証券投資がプラス46.13億ドルに達した。こうした外資の集中投下が、イスラエルの経済成長率を回復させた。2011から2013年の間には、アップル、アルファベット、マイクロソフト、 Facebook, Amazon.com, Twitter, AOL, Yahoo, Tesla, Netflix, SpaceX, Blue Origin, Oracle がイスラエルのベンチャーキャピタルを買収した。2012年でイスラエルのベンチャーキャピタル投資額は総額でこそ8.67億ドル。英仏独とおよそ等しく、日本やカナダの5分の3程度である。アメリカの266.52億ドルには遠く。 及ばない。しかし、国内総生産比では合衆国の0.17%を引き離してイスラエルは0.36%である。イスラエルの農業技術は、先進的で国土のほとんどが砂漠、または半砂漠で降雨量も少ないといった農業には、厳しい環境ながら食料のほとんどを自給でき、農産物の輸出も行う農業大国である。 少ない水資源を有効に活用するため、水のリサイクルに力を入れ、リサイクル率は70%を超えているという。また水の利用効率が高い点的考えを行っている。設備の制御は携帯電話などのモバイル機器からも可能であるという。取水も効率的であり、ヨルダン川の流域は3%しかイスラエルを通っていないにもかかわらず60%を。 国内需要に充てている。海水淡水化にも優れた技術を持つ。2005年以降、地中海沿いに相次ぎ淡水化プラントを設置し、2017年時点ではイスラエルで消費される飲料水の8割が海水から作られている。車載型の海水淡水化装置も実用化している。イスラエルのウォータージェン社は大気中の水分から飲料水を作る技術を持ち、 水道の漏水防止や運営管理などを海外で受け負う企業もある。こうした水関連技術の輸出額は2016年で約22億ドルと推定され、10年で3倍に増えた。2017年7月にはイスラエルを訪問したインドのナレンドラモディ首相と水、農業分野の協力覚書を結んだ。ダイヤモンド産業はイスラエル経済を語る上で重要な位置を占める。 イスラエルはダイヤモンドの流通拠点として世界的に有名であり、研磨ダイヤモンドの輸出額はイスラエルの総輸出額のうち約4分の1を占めている。イスラエルはダイヤモンド産業を政府主導で基幹産業へと発展させてきた。産業の確立にはユダヤ系資本のデビアスが貢献したがデビアスとは後に対立を引き起こしてもいる。また、兵器産業も経済に 大きな影響を与えている。高度な技術の民間転用がハイテク産業を急成長させ、また兵器の輸出によって直接的な収入源ともなっている。ストックホルム国際平和研究所によればイスラエルは2008年から2012年のデータにおいて兵器の輸出元として世界10位となっている。またエルサレムポストは 2010年度の武器輸出額が72億ドルに上り世界4位になったと報じた。2010年の時点では兵器製造企業は約200社ほど存在する。イスラエルの工業を支えているのはカリシオとン鉱石である。2003年の時点でそれぞれの世界シェアは5位、9位である。金属鉱物は採掘されていない。有機鉱物ではアタン、原油、 天然ガスを産出するものの国内消費量の1%未満にとどまる。天然ガスについてはイスラエル沖の東地中海に大規模ガス電が発見されておりギリシャ企業のエネルジーオイルガス社が2019年にも採掘を始める計画である。レホボトにあるバイツマン科学研究所の粒子加速器イスラエルは科学研究の水準が非常に高い。イスラエルは 専門資格を持った人材資源が豊富であり、科学技術の研究開発に注がれる資金の額は、2007年度のデータでは GDP との比率で見ると世界一位である。また国際的な研究協力も重視し、欧米諸国のみならず各国と積極的に連携を行っている。医学とその周辺分野、並びに生物工学の分野では極めて進んだ。 研究開発基盤を持ち、広範囲な研究に取り組んでいる。研究は、大学医学部、各種国立研究機関をはじめ、医薬、生物工学、食品加工、医療機器、軍需産業の各メーカーの研究開発部門でも活発に行われている。イスラエルの研究水準の高さは世界によく知られており、海外の医学、科学部にや 軍事技術の研究所機関との相互交流も盛んである。臨床医学では熱症の治療について高い水準を誇ったほか、幹細胞研究などイスラエルが高いレベルを誇る領域は埋挙に糸まがない。こうした高い医学水準を背景にイスラエルでは医学上の様々な議題の国際会議が頻繁に開催されている。さらに、軍需製品の性能。 品質は世界に見ても非常に高く、このような科学技術の発展にはソ連崩壊による100万人近くの移民に多くの研究者、技術者が含まれていたことも大きく影響している。暗号理論の水準が高いとされ、インターネットのセキュリティで重要な役割を演じるファイアウォールや公開鍵の開発においてイスラエルは重要な役割を果たしてきた。また宇宙開発技術も高く、 独自に人工衛星も打ち上げている。通常の人工衛星では地球の自転を利用して東向きに打ち上げられるが、イスラエルの衛星は西方以外に他国が存在するため、すべて非効率的な西向きに打ち上げられている。また、2003年、イスラエル発の宇宙飛行士として空軍パイロットのイランラモーン大佐がアメリカのスペースシャトルコロンビアで宇宙に飛び立ったが、 大気圏再突入時の空中分解事故により亡くなった。先進国とされているイスラエルだが深刻な貧困問題を抱えている。イスラエルには1954年に制定された国民健康法に基づき収入が最低基準以下の世帯と個人に対しては国民保険機構から補助金が支給されている。また、 児童手当も支給されており、特に4人以上の子供がいる家庭には手厚い福祉が施されている。しかしイスラエルは、かねてから所得格差が大きいことや貧困に苦しむ国民が多いことが指摘されていた。2010年12月22日のハーレツ紙によると、イスラエルの全人口のうち、およそ177万人が貧困状態にあり、うち85万人は子供であるという。 貧困状態にある世帯の約75%は日々の食料にも事欠いているとされ、極めて深刻な実態が浮き彫りとなった。貧困状態にある子供たちの中には物恋をしたり、親に盗みを働くよう強制されたりする事例もあるという。イスラエルの中央統計局と福祉省の調査によると、2011年に福祉省に女性を求めた世帯の割合は28%で、 これは1998年と比べて75%の増加に当たるという。貧しい子供たちのために無料給食や歩行などを実施している学校、エルハイコールマーヤンの運営母体である、調整党派政党、シャスノエリー・シャイ党首は国民保険制度研究所さえ政府の報給を増やすことのみが貧困を解消する唯一の方法と断定した。 このような他の政府機関からかけ離れた見通しが長きにわたってなされているのは恥であると述べた。また、中道左派政党、労働党の議員であるシェリーやシモビッチは、イスラエル国内でのワーキングプアの増大を指摘している。また、左派政党、メレツのハイムオロン党首は、政府は結果的格差を肯定しているが、貧困の根本原因を取り除かなければならないと指摘している。 2011年7月30日には、イスラエル国内で、住宅価格や生活費の高騰、貧富の格差に対して抗議する15万人規模のデモが、起きている。左派系のみでなく、保守系の人々も多数参加した、極めて大規模なものである。8月6日には、最低賃金引上げなどを求め30万人規模の、イスラエル建国史上最大の抗議運動が起きた。 経済協力開発機構が2013年にまとめた報告書ではイスラエルがすべての OECD 加盟国の中で最も貧困率が高いことが記されている。また、同年10月に発表されたイスラエル中央統計局の報告書ではイスラエルの全人口のうち31%が貧困線以下の生活をしているという。また、同報告書では イスラエルの子供の40%が貧困に直面しているとしている。また、2013年に入ってから多くのイスラエル人がアメリカ合衆国やドイツなどへ経済的理由から移住しているという。ヘブライ大学のモミーダ・ハン教授は、この問題の背景としてイスラエル政府が社会保障や児童予算を削減し続けていることを指摘している。 2013年のイスラエル中央統計局のデータでは総人口は802万人である。そのうちユダヤ人が604万人、アラブ人が166万人、その他32万人となっている。アラブ人の大半はムスリムで、2009年のデータではアラブ人の78%がムスリムである。なお、イスラエルでは1970年に改正された機関法により、 ユダヤ人の定義をユダヤ教を信仰しているか、母親がユダヤ人のものとしている。イスラエルは移民国家であり、出身地ごとに欧米系をアシュケナジム、アジアアフリカ系をセファルディム、オリエント系をミズラヒムと呼び、同じユダヤ人でも異なる人種の場合もある。1990年から2009年までの統計によれば、ユダヤ人の人口は減少傾向にあり、 対してアラブ人は増加傾向にあるという。これはユダヤ人移民の減少によるものとイスラエル中央統計局は推測している。2割前後存在するアラブ人とユダヤ人との人種間では宗教上の理由もあり、交流は限定的なものとなっている。2015年の婚姻の統計例で見れば結婚した5万8000組のうちユダヤ系とアラブ系の カップルは23組にとどまっている。公用語はヘブライ語。ホカイデッシュ語、アラビア語が使われる。アラビア語は法律に定められた公用語の一つであったが、2018年7月19日に除外された。イスラエルの宗教別人口の水位ユダヤ教徒、ムスリムキリスト教徒ドゥルーズ派その他イスラエルは宗教の自由を認めている。2004年のデータでは、 ユダヤ教徒が523.8万人、ムスリムが110.7万人、キリスト教徒が14.4万人、ドゥルーズ派が11.3万人、その他26.5万人となっている。信仰のあり方についても多様で、戒律を厳しく守ろうとする。ユダヤ教徒は20%、ある程度個人の自由で守る者が多数派で60%。 全く守ろうとしない者も,も20%いる。キリスト教徒の多くは、東方正教会のエルサレム総主教長内しは、ローマカトリックの信者が多いが、コプト正教会、アルメニア正教会などの信者もいる。一部のユダヤ人の中には、イエスキリストをメシアとするメシアニックジュダイズムの人々もいる。現代イスラエルの公用語であるヘブライ語は、 古代ヘブライ語をもとに20世紀になって復元されたものである。全くの文章語となっていた言語が復元されて公用語にまでなったのはこれが唯一のケースである。上記の理由から現代ヘブライ語の方言はないとされる。あるとすれば他国からの移住者のネイティブ言語の影響による鉛や各コミュニティでの伝統的なヘブライ語の発音などがそれにあたる。 イスラエル中北部やヨルダン川西岸地区に多く住む。アラブ人はアラビア語のヨルダン定住方言をイスラエル南部に多い。アラブ人はネゲブベドウィン方言をエルサレムのアラブ人はエルサレム方言をゴラン高原の住民はハウラン方言を話し、すべてシリアからシナイ半島にかけて話されるシリアパレスチナ方言の一部であるとされる。また西岸地区では サマリア語の新聞も出されている。テルアビブ市内には、ヘブライ語に並んでロシア語の看板なども多く見られる。ユダヤ人は、主に出身地ごとに、大まかなグループに分類される。その他、ユダヤ教に改修した人々なども、ユダヤ教徒として住んでいる。21世紀に入って以降、アフリカのエリトリア、スーダン、南スーダンなどから、市内半島を経由して、 イスラエルに不法入国する人々が後を絶たない。2012年時点、アフリカ系移民の人口は約6万人と推測されている。これは母国での深刻な貧困や紛争などから逃れるためという側面があるが、イスラエル国内では、この不法移民の扱いについて大きな議論を呼んでいる。ユダヤ人国家を怪我されると懸念する、右派勢力は移民排斥を訴え、 特に過激なグループたちは、不法移民の滞在するアパートに放火したり、移民に暴力を振るったりしている。しかし、一方で、ホロコーストの記憶を有する国として、移民には寛容であるべきという意見もある。一部のユダヤ人によるアラブ系イスラエル人への襲撃事件が相次いでいる。アラブ系イスラエル人への敵視は、政府内でも目立ってきており、2015年3月17日、 アビグドール・リベルマン外相がイスラエル国家に忠誠を誓わないアラブ系イスラエル人は残守の刑に処すべきだと発言し問題となったがイスラエルの右派はこの演説を聞いて熱狂したイスラエルには13万5000人のエチオピア系市民がいるが彼らは日常的に暴力を受けているエチオピア系兵士が警察官2人から暴行される 様子が撮影されたビデオが公開されたことをきっかけに、2015年5月3日、テルアビブで大規模なデモが発生、参加者の一部は暴徒化した。ネタニヤフ首相は、エチオピア系市民の指導者と会談し、差別の撤廃を約束した。2015年5月20日、イスラエルは一部のバス路線で、パレスチナ人がイスラエル人と同じバスに乗ることを禁止する措置を取った。 これについて人権団体などは南アフリカの人種隔離政策アパルトヘイトと同じだと強く批判。この措置は運用の数時間後に撤回された。2018年7月19日、クネセトで可決したユダヤ国民国家基本法では民族自決権を持つのはユダヤ人のみと明確に限定した。公用語もヘブライ語のみとしてパレスチナアラビア系住民が 主な和社のアラビア語は特別な地位を持つとしたが、公用語からは外された。ベングリオン国際空港国土が狭いイスラエルでは、車、バス、トラックなどが主な交通機関である。近年、車の急速な増大に対応し、偏僻な地域への交通の便を図るため、道路網の拡充が図られた。他社線のハイウェイは、目下300キロの運営だが、2004年の時点で、 南のベールシェーバから北のロシュハニクラ、ロシュピナまでハイウェイ網が整備されつつある。さらに、人口中密地にはバイパスが設けられた。緑色のエゲットバスは、イスラエル全土を網羅しており、後部にトイレがある。運賃は、エルサレム、エーラット間で 70NIS。主要道路には、行動1号線、行動60号線、行動90号線などがある。 イスラエルは2011年から国家プロジェクトとして電気自動車の導入を推進している。イスラエルは国土が小さいえ主要な石油原産国である近隣アラブ諸国との関係から電気自動車の導入に積極的である。イスラエル鉄道はエルサレム、テルアビブ、ハイァナハリアの間で旅客運送を行っている。貨物運送としてはアシュドット港、 アシュケロン市、ベールシェバ市、ディモナの南部の鉱山採掘場など、より南部にまで及んでいる。貨物鉄道の利用は年々増加し、乗客の利用も近年増えている。テルアビブとハイファでは、道路の交通渋滞を緩和するため、既存の路線を改善した高速鉄道サービスが導入されつつある。また、2004年10月より、ベングリオン空港とテルアビブ市内を結ぶ。 空港連絡鉄道が運行されている。国際線を運行する航空会社として、国営航空会社の LR 航空とアルキア、イスラエル航空、イスラエアがあり、テルアビブのベングリオン国際空港をハブ空港として、中東やヨーロッパ、日本を含むアジア、アメリカ諸国に路線を設けている。健康保険は1995年に、 国民新保険医療法が成立し18歳以上の全国民に加入を義務づける国民皆保険となっている。社会福祉支出は OECD の2012年のデータによると2007年と比べ21.2%増加しているものの GDP 比15.8%で OECD 諸国平均21.9%より低い値となっている。 相対的貧困率は2012年のデータで20.9%と OECD 諸国で最も貧困率が高い。しかし2012年の人間開発指数は0.900の非常に高いとなっており世界16位である。聖書には埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよという言葉もあり子供に対しては特別の配慮が払われている。出産に関しては 不妊治療が45歳まで健康保険の対象項目となっており、大きな病院には大抵の場合体外受精化が存在する。実際に体外受精は広く行われており、ヨーロッパ生殖医学学会が刊行するヒューマンリプロダクションアップデートの2002年号では、イスラエルの体外受精実施件数は100万人あたり1657件と報告している。 2位のアイスランドの899件を大きく引き離している。女性1人あたりの平均出産数は OECD の調査によれば2011年のデータでは3.0となり OECD 諸国平均の1.7を大きく上回っている。一般家庭には児童手当も支払われている。また児童虐待について2所度プロトコルを用いた司法面接を1998年に 国家で採用している。出生時平均余命は OECD の2013年に公表されたデータによれば2011年度は81.8歳となっており先進国の中でも9位となっている。また国連開発計画の2012年のデータによれば81.9歳で世界で7位となっている。長寿国であるため高齢者問題も大きな課題となってきている。 特に旧ソ連からはソ連崩壊に伴い100万人近くが移民してきたが、そのうち12%以上が65歳以上の高齢者であったという。高齢者は公共交通の割引や減税を受けられ、また高齢者介護を理由に有給休暇を認める法律も制定されている。終末期医療については2006年に法律が制定され、尊厳死が認められている。 2008年の時点では65歳以上の高齢者の割合は10.0%となっている。しかしこれは OECD 諸国平均の14.4%よりは低い数値である。イスラエル工科大学イスラエルはジュイッシュマザーという言葉が教育ママを意味するように教育が重視されている。これにはユダヤ人が歴史的に教育熱心であったという背景もある。 イスラエルの教育は小学校6年、中学校3年、高等学校3年の6から3から3世である。義務教育は5歳から始まり、義務教育期間は5歳から18歳までである。1949年に義務教育に関する法が施行された時点では5歳から15歳までであったが、法改正により18歳までとなっている。この期間延長は徐々に移行が進んでおり、 イスラエル政府は2014年か2015年には全国に適用させる予定としている。義務教育機関と高等学校までの学費は無料である。18歳になると通常は兵役につき、その後進学する者は大学に入学することになる。入学にはアメリカのサットに類似した試験が年に4回ある。兵役後も海外旅行などで見聞を広めてから大学に、 進学する者も,も多い。そのため、大学生の平均年齢は高くなっている。大学はすべて公立であり、比較的安価で高等教育を受けることができる。ほとんどの大学生は、ダブルメジャーで平均3年で学位を取得する。また、専門学校が各地に存在する。教育水準は高いが、欧米との結びつきが強いためか、 優秀な研究者がイスラエルを離れ海外移住することも多く、この頭脳流出は大きな問題となっている。イスラエルは宗教婚のみ認めており、民事婚は認めていない。ユダヤ教はもちろんイスラム教など各宗教ごとに宗教裁判所が存在し、婚姻などを管轄している。ユダヤ教においては、朝鮮党派が婚姻を司さどっており、宗教法により、 異教徒間の結婚は認められない。そのためユダヤ教徒以外の者と結婚する場合や、その他の事情がある場合は、海外で結婚し、帰国後に結婚証明書を役所に提出するという、国外結婚の形をとる。国外結婚はキプロスで行うものが最も多く、毎年1000組ほどが結婚を行うという。結婚の際、伝統的には、女性は、 婚姻に際して夫の性を称するが、いつでも自己の未婚児の性、または従前の夫の性を夫の性に付加することができ、また未婚児の性、または従前の性のみを称することもできる。イスラエル国民の中には外国の食文化を楽しむ者も,もおり、2017年の朝日新聞の記事によると世俗派の間で豚骨スープのラーメンが人気であるという。 ピンカ・スズーカーマン、イツハク・パールマンをはじめとする優れた音楽家を多数輩出している。イスラエルフィルは世界屈指のオーケストラと評価されており多くの演奏家が共演している。ラマトガン・スタジアム・イスラエルでもスポーツは盛んであるがサッカーが最もメジャーなスポーツである。また、1954年よりプロバスケットボール、 イスラエルバスケットボールスーパーリーグが開かれており、加盟クラブの一つ、マッカビテルアビブ BC は、ユーロリーグで唯一連覇を果たしている、屈指の強豪である。イスラエルには、プロレスリング、プロボクシングがない。かつては、競馬もなかったが、2006年10月に、初めて開催された。ただし、金銭をかけることは禁止されているため入場者は、馬が走る姿や、 馬術競技を観戦するだけの純粋なスポーツとして今のところ行われている。また最近では柔道も盛んである。野球は国内で約3000人が行っている。2007年6月24日に同国初のプロ野球イスラエルベースボールリーグの開幕戦が行われたが1年と持たず中止になった。なお中止から5年後ベースボールプレミアリーグとして 野球リーグが再開された。2016年9月22日より4日間にわたり、開催された2017ワールドベースボールクラシックの予選4組において優勝し、本戦への初出場を果たした。この時のイスラエル代表は主に、米国出身のユダヤ系の野球選手からなり、メジャーリーグベースボールでの所属経験のある選手も少なくなく、 2017年3月の本戦では一時、ラウンド A 組を3連勝で1位通過し2次ラウンドまで進出した。イスラエルサッカー協会は、現在は欧州サッカー連盟に加盟している。イスラエルは、地政的にはアジアの国であり、1954年5月8日に、他の12カ国と共にアジアサッカー連盟を設立したが、すぐには加盟せず。 二年後の1956年に AFC に加盟した。だが、イスラエルアラブ紛争により、周辺アラブ諸国との関係が悪化し、アラブ諸国を中心としたボイコットが激化した。1973年10月に第四次中東、戦争が起こると、もはや対戦不可能な状態に陥った。そして、1974年9月14日、イランアジア大会の開催期間中に、 イランの首都テヘランで開催された AFC 総会で AFC から除名された。AFC 除名以降は地域連盟未所属のまま活動し FIFA フフワールドカップアジアオセアニア予選へ組み込まれたりオセアニアサッカー連盟の暫定メンバーとなるなどの右与曲折を経て1992年に UEFA に加盟した。これはイスラエルオリンピック委員会についても同様で かつてはアジア競技連盟に所属していたものの、その後ヨーロッパオリンピック委員会に加入した。電話及び携帯電話が広く利用されている。国際電話番号は972。イスラエルのインターネット普及率は高く、主な場所で無線 LAN が利用できる。インターネットカフェも普及しており、店内は禁煙のところが多い。日本の漫画喫茶のように雑然としておらず。 端末ごとに整然と区画されている。ありがとうございます。